ダウンタウンユートピア白川役の国本翔健です。前回はまあカラの作品で、まあ、彼女、真っ白の衣装で、まあ、そこから始まって、で今回は黒の、革ジャンのスタイルですか、で全然違うイメージで出てこられたのでちょっと新鮮さを覚えたんですけど、圭作さんとはまあ今一つシリーズもんがありまして、それでずっと一緒にやらせていただいてるんですけれども、今回はですね、回るシーンがあって、実質その圭作さんの芝居次第で成立するかどうかっていうような、下りの場面があったんですけども、監督からもう少しこう感じで、もっとこんな感じでという、演出があって、だんだん崩壊していくというか、精神がその圭作さんのその心情みたいな、もう見てる、まあ、自分がまあ実質どうでしょう、俺がその立場だったらできるかなっていうぐらい大変な場面があったっていうのはすごく思い出しますね、今となっては。